それを防止するダンパーがついてる、こんにちは、河本です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。1ヶ月前に新築建てました。トイレと洗面所に換気扇をつけたのですが、強風が吹くと外の空気がビューッと逆流してきます。逆流してこないものでいいものありますかね？工務店に相談したら無料で取り替えてくれないかな？という形でご質問いただいております。はい、こちらに対する回答なんですけども、逆流防止ダンパーがあります。無料で取り替えるというのは無理だと思いますよ。普通はという形で回答しております。はい、こちらの方ですね、もうすでに、越しされてですね、お住まいされてるんじゃないかなというふうに思います。で、トイレと洗面所に換気扇をつけてるということは、多分、吹き出しの方ですね、排気の方の換気扇がついているんじゃないかなというふうに推測できるんですけども、そこからですね、空気が逆流しているということなんですけども、まあ、気密が高い家になるとですね、例えばキッチンの換気扇を思いっきり回してしまうと、そこからですね、空気が逆に、引っ張って中に入ってくるっていうことがたまにあるんですね。なので、それをですね、防止するためにどうするかっていうと、それを防止するダンパーがついている換気フードがあります。ので逆流防止ダンパーで検索していただいたら出てくると思います。はい、それをですね取り付けると、そういったこともなくなることもあると思いますので、その辺を、少し検討してみてはいかがでしょうか。で、これ工務店に相談したら無料で取り替えてくれないかなと書いてるんですけども、これは無理だと思いますので、はい、設置するのは多分そんなに難しくはないと思います。ただ、一般の方はちょっとなかなか難しいと思うので、工務店さんに相談して費用と、を出してもらってですね、検討されてみてもいいんじゃないかなというふうに思っていますというところです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひこの下のグッドボタンを押していただけたら幸いです。あと、チャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。